名古屋大学博物館は愛知県名古屋市畜作の名古屋大学校内にある博物館。1982年学内施設として設立された名古屋大学総合研究資料館を前身とする。古川ため三郎夫妻の寄付で1964年東山キャンパスに建設された古川図書館を同年再び古川夫妻からの寄付を受けて資料館として改修し、 一般公開を開始。2000年4月、全国で5番目の国立大学総合博物館として名古屋大学博物館となった。収蔵資料数は約110万点。明大のキャンパスミュージアム構想に基づき、2003年度には野外観察園とセミナーハウスを整備、2007年には記念館の耐震改修とともにバリアフリー化が行われ、 3階にミュージアムサロンが開設された。常設展示のほか、年1回の特別展と年数回の企画展が行われる。2013年3月26日には、地球科学等の自然科学分野における教育・研究活動の連携のため、名古屋市科学館と相互協力に関する協定書を締結した。館内1960年頃に造成された旧 共用部生物学教室の実験補助を母体とする4230平方メートルの緑地で2002年から博物館が管理・運営を行っており一般に公開されている。観察園には野外に約600種、温室に約200種の植物が生育しており貴重な絶滅危惧種も存在する。なお観察園は四ツ谷通りを挟んで 西川キャンパスの南部食堂に隣接する位置にある。不定期に展示室でのコンサートが催されており、入ムこの略称で呼ばれる。いずれも入館、入園料は無料。なお、休館、休園は、上記の限りではない。ありがとうございます。